せーの、ルルンドモショルンです。はい、今回はですね、こちらファヨンちゃんからプレゼントが届いたということで、こちらを開けていこうと思います。イエイ。本当にサプライズだったの。私何頼んだかなって何も記憶なくて、やけど韓国語だったの。いや、これまさかと思ったけど、本当にファヨンちゃんからでした。ファヨンちゃんからもともとお手紙届けたいから住所教えてって言われてたんだけど、まさかの段ボール本当にこれ昨日届いたんですけど、もう私メイク崩れてたから動画撮れなくって、本当に早く開けたかったというわけで、こちらを開けていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パパパパパパーン。それでは開けましょう。ドキドキ、楽しみ。なんか昨日3時間半電話したんですよ。やばいよね。3時間半電話してヒントをもらったの、1個だけ。もうファヨンちゃんも本当にずっとさ言いたそうにしてたけどヒントもらったの。そしたら全部ファヨンちゃんがまだ食べたことがない食べ物らしい。めっちゃ楽しみ。またメッセージが。しほちゃん、편지、お手紙。宇宙최고ちゃん、しほ、宇宙最高しほ合ってるかな。今日のサンプル、カジャオティント、ポケース、あ、フォンケース、ペッ、わお、いろいろ書いてあります。今日のプレゼント、お菓子、服、ティント、携帯ケース、パック。私今日さ本当にパック買いに行こうと思ってたの、新大久保に。パックが入ってるだなんて嬉しい。え、待って、ちょっと開けましょう。最初にじゃじゃーん、おなじみのドルチャーバン。はーい。本当に最近こんな感じの質素なご飯を食べたばっかりだったからめっちゃ嬉しい。海苔欲しいって思ってたの。ありがとう、ファヨンちゃん。海苔です、ご飯のお供、今日食べます。ありがとうね。え、なにこれ、美味しそう。ブラウニー、美味しそう。これ、え、絶対美味しいじゃん。ちょっと食べます。出た、ちっちゃ。これ見たことある。うわ、絶対美味しい。いただきます。うまい。え、これやばい。みんな牛乳欲しい。牛乳持ってこようかな。いや、でも今日シチュー作りたいからうまっ。これやばい。みんな絶対買った方がいい。これ日本にあるのかな。初めて見た。めっちゃ美味しいよこれ。甘いの好きな人は絶対食べた方がいい。じゃじゃーん。これさ、なんか一回食べたことあるんだよね、これの。多分違う味だよね。ホームランボール。なんかチョコレートじゃない。これ何なんだろう。カスタードクリームって書いてあるわ。え、すげえ、カスタードクリーム味とかあるんだ。美味しそう。ありがとう。冷やします。ファイトハイム。あ、ホワイトか。ホワイトハイム。かわいいこれ。いいね、これ美味しそう。え、なんかさ、日本にもこういうのあるよね。なんだっけ、なんかエリーゼみたいな。あるよね。うわ、似てる。いただきます。うん、おいしい。次、せーの、じゃん。ハニーバターチップ、バニラレモン味だって。おいしそう。バニラレモンってどんな味なんだろう。え、おいしそう。ハニーバターチップめっちゃ好きやから嬉しい。ありがとう、ファヨンちゃん。これ食べたい。なにこれ、ビビン麺じゃないわ、ビビンチップだ。私さ、これ岡山で買って東京に持ってきてたんだけど、昨日これ食べようと思ってたの夜。結局ファヨンちゃんがやめときって言ってくれたから食べなかったんだけど、すげえ、ビビンチップもあるんだね。すごい、かわいいな、並ぶと。ありがとう、ファヨンちゃん。食べる、これめっちゃ美味しそう。マスク、すごい、なんか韓国のマスクって感じだね。マジでマスクあと少しでなくなるところだったありがとう、ファヨンちゃん。ファヨンちゃんはお母さんかな仕送りしてくれるお母さんみたいマスク送ってくれてこれファヨンちゃんがこの前インスタのストーリーでなんかどれが可愛いと思うって聞いてくれたの。めっちゃ可愛いんだけど、これそうで、私投票したんだよ。ファヨンちゃんがなんかストーリー載せてたから、これが可愛いと思うってポチって押したら、ファヨンちゃんがそれくれた私のためだったの。ありがとう。ストーリー載せてたっけな、違う、私に聞いてきたのかな。私に聞いてきたのかもしれない。まあ嬉しい、ありがとう。つけます、ペック。何これ、グーダルみたいな、聞いたことあるよこれ。
なんか最近めっちゃ見るこれ。でパック本当にマジなくなるところだったから。ありがとうお母さん。あ、アホヤンちゃん。次。ティント。ペリペラ。まさかこれは私がずっと欲しいと思ってたやつじゃん。めっちゃ可愛いんだけど。もうパッケージからこのタイプのペリペラのリップ集めたいなと思って。可愛いじゃん。つける。今すぐつける。見て。めっちゃ可愛くない？嬉しい。ありがとう、あやんちゃん。これ食べるわ。まだ半分あります。うまっ。クークダスホワイト。え、これめっちゃ美味しそうなんだけど、これ。チョコレートとホワイトチョコみたいな。こういうの多いよね、なんか。なんていうの、なんか。これ同じメーカーかな？同じメーカーっぽいな。日本もそうか。日本もそうやわ。ありがとう、あやんちゃん。なにこれ？エイス。え？いる。エイスのニューヨークチーズケーキ味。やばっ。エイスってこんなのもあるの？え、かわいい。なんか嬉しい。ありがとう、はよんちゃん。これマジで美味しそうだな。せーの、じゃじゃーん。これは同じやつっぽいね。サンドアイス。サンドアイスか。美味しそう。あ、挟まってる。え、うん、かわいい。うまい。なんか食べたことある味。なんか食べたことある味なんだよね。あれだ、ビスコだ。ビスコのいちご味だ。うん、それが大きくなったバージョンみたいな。めっちゃ美味しい。東京に来て全然お菓子買ってなかったの。だからめちゃくちゃ嬉しい。久しぶりにお菓子食べた。なにこれ。最後にこちら開けてみます。お洋服。クマ、かわいい。かわいい。見て。なんで書いてあるかわかりませんが。かわいい。그러면마지막에이거편지편지를읽어볼게요읽어볼게요최근에아주생각하는것이있는데편지는진짜좋아 뭔가핸드폰으로보는메시지도좋은데사람이손으로쓰니까진짜좋은것같아요読みます。ありがとう。日本語と韓国語で書いてる。頑張って読む。마지막으로백은정말좋더라。오、이거요。백앞으로더친해지자항상고마워사랑해후로무화연짱화연짱고마워요嬉しい嬉しい。なんか不思議だよね。本当にまだ出会って1年かな、1年も経ってないのかな。本当に少ししか経ってないんですけど、だからもちろん会ったこともないけど、こうやってお手紙とかプレゼントとかをお互い送り合えるっていうのがすごく不思議だなって思うし、すごい楽しいなって思うし、時代ってすごくない？ SNS とかさ、ね、インスタとかそういう YouTube がなければはやんちゃんと私は出会ってないから、すごい不思議だなって思います。あと今ちょっと驚いたのは、韓国語の手紙をほぼ理解できた。うん、翻訳せずに。だからびっくりした。簡単な単語を使ってお手紙書いてくれてるんだろうけど、ちょっと理解できてすごいびっくりしたし嬉しかったです。お手紙ありがとう、ファヨンちゃん。かわいい。全部嬉しい。これがファヨンちゃんとお揃いっていうのが嬉しい。かわいい、本当に。ちゃんとさ、私が使ってる機種をさ理解してくれてるのも面白いよね。ちゃんと iPhone12 見にくれるの本当にありがとう。というわけで、ファヨンちゃんの方でも私のこのプレゼントを詰める動画が出てますので、もうすでにぜひ皆さん見てください。そして私もファヨンちゃんに送るとき何か動画を作れたらなって思います。ぜひお楽しみに。昨日も電話したんですけど、すごい理解してくれてるんですよ、私の YouTube のことだったりとか。本当にいろんなことを理解して相談に乗ってくれるし、教えてくれたりするし、なんでも本当にいい子やなって思う、マジで。皆さんぜひファヨンちゃんの YouTube 見て癒されてください。本当に YouTube 面白いので。というわけで、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。